トピダサックスクールで SLC がお送りする英文法本日の問題はこちら10秒間でお願いいたしますさあ正解は、まあ、スイカ D で,ですよねじゃあ A とか B とかはなぜダメなのか もちろんこの辺りの意味が今のところピンと来ないかもしれませんが空所の左側、fear と熟語が成立しているものがありますね。で、真ん中に書き出してみましたが、まずは選択肢の b、fear at home。意味をご存知の方いらっしゃるはず。そうです、くつろぐ。直訳していただけると家にいるような感じなんでしょうね。そのイメージからくつろぐ。そしてそれとほぼ言い換え可能なものは Fear at ease つまり選択肢の C ですね。で、ease と言われたら漢字一文字で言うと、楽。ああ、楽ちん。そうすると、くつろぐという意味につなげやすいですね。そしてその反対。くつろぐの反対。不安な気持ち。と言われたら、feel ill at ease。そうです。選択肢の D ですね。で、じゃあ正解はどうなのか。もちろん先ほどもお伝えした通り、このあたりが、うーん。先生、意味がわかりません。 とか言われそうですが選択肢の ABC これは3つともプラスの価値観を持った表現ですよねですからどれか1つを選ぶと他の選択肢は何でダメなのかとなってしまいますので正解は D ですねで結局この1行目の右側 A fish out of water 直訳すると水から上がった魚イメージしていただけるとわかるかと思いますが生命の危機に脅かされますよね そこかから不安で落ち着かないまさに選択肢の D でバッチリただこの辺りの表現は覚える必要性はないですよどっちかっていうとこの下にまとめたところこれを記憶なさっていただけるとよろしいかと思いますであとは意味内容を確認いたしますので文頭をご覧くださいもし誰かがあなたに言ったとしたらで水から出た魚のようだそういうことを言ったとしたら彼女は不安な気持ちだそんな感じでよろしいかと思いますでは画面を書き換えますね さあ復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側アル線へ、皆さんの指なので隠していただいて、で、丸一番から丸三番、そこに入る国をスラスラ言えるようを勝ちなさっていただけますと幸いですで。チャンネル登録もよろしくお願いします。